本日の1分でお答えするショート Q&A です。本日はインプラントでは前歯と奥歯で治療にかかる費用は違ってきますかというご質問をいただきました。インプラントの前歯の場合は奥歯に比較すると若干深くの前入をさせていただくのと、そこからの立ち上がり、歯肉のところの、まあ、膨張の度合いだとかそういったものを確かめるために何度か、まあ、作り直しか、あるいは仮歯などを作らせていただくことが多くなってきます。そのために若干前歯の費用の方を、多めに当院ではいただいています。医院によっては全然変えてないところもあるかもしれませんが、より作り直しによって、歯茎の出方ですね、その辺のところを、まあ、バランスを整えていくというふうに思っていただければいいと思います。本